列車、太宰治作。1925年に梅八工場というところでこしらえられた C51 型のその機関車は、同じ工場で同じ頃製作された三等客車3両と食堂車、二等客車、二等寝台車、おのおの1両ずつと、他に郵便やら荷物やらの貨車3両と、都合9つの箱にざっと200名からの旅客と10万を超える通信と、それにまつわる幾多の胸痛む物語とを載せ、雨の日も風の日も午後の2時半になれば、ピストンをはためかせて上野から青森へ向けて走った。時によって万歳の休館で送られたり、ハンカチで名残を惜しまれたり、またはおえつでもって不吉な鼻向けを受けるのである。列車番号は103。番号からして気持ちが悪い。1925年から今まで8年も経っているが、その間にこの列車は幾万人の愛情を引き裂いたことか。現に私がこの列車のためにひどく辛い目に遭わされた。つい昨年の冬、塩田が哲さんを国元へ送り返した時のことである。哲さんと塩田とは同じ郷里で幼い時からの仲らしく、私も塩田と高等学校の寮で一つ部屋に寝起きしていた関係から、折に触れてはこの恋愛を物語られた。哲さんは貧しい育ちの娘であるから、少々内服な塩田の家では二人の結婚は不祥事であって、それゆえ塩田は彼の父親と幾度となく激しい口論をした。その最初の喧嘩の際、塩田は即答せんばかりに興奮して、しまいにたらたらと鼻血を流したのであるが、そのような愚直な相話さえ年若い私の胸を異様にとどろかせたものだ。そのうちに私も塩田も高等学校を出て一緒に東京の大学へ入った。それから3年経っている。この期間は私にとっては困難な年月であったけれども、塩田にはそんなことがなかったらしく、毎日をのうのうと暮らしていたようであった。私の最初曲がりしていた家が大学の時期近くにあったので、塩田は入学当時こそほんの2、3回そこへ寄ってくれたが、環境も思想も音を立てつつ離反していっている2人には、以前のような分け隔てない友情はとても望めなかったのだ。私のひがみからかもしれないが、あの時もし哲さんの状況さえなかったなら、塩田はきっと永久に私から遠のいてしまうつもりであったらしい。塩田は私とむつまじい交渉を立ってから3年目の冬に突然私の郊外の家を訪れて哲さんの状況を告げたのである。哲さんは塩田の卒業を待ちかねて一人で東京へ逃げてきたのであった。その頃には私もある無学な田舎女と結婚していたし、今さら塩田のその出来事に胸をときめかすようなそんな若い間気持ちを次第に失いかけていた矢先であったから、塩田の出し抜けな来訪に幾分孫つきはしたが、彼のその訪問の底意を見抜くことを忘れなかった。そんな一少女の手法を時期の間に言いふらすことが彼の自尊心をどんなに満足させたか。私は彼の有頂天を不愉快に感じ、彼の哲さんに対する真実を疑いさえした。私のこの疑惑は無残にも的中していた。彼は私にひとしきり狂気し感激してみせた挙句、眉間にしわを寄せて、どうしたらいいだろうという相談を小声で持ちかけたではないか。私はもはやそのような暇な遊戯には同情が持てなかったので、
君も利口になったね。君が哲さんに昔ほどの愛を感じられなかったなら、別れるほかはあるまい、と、塩田の思うツボを直接に言ってやった。塩田は、口角にまざまざと微笑を含めて、しかし、と考え込んだ。それから四五日して私は、塩田から、速達郵便を受け取った。そのはがきには、友人たちの忠告もあり、お互いの将来のために、哲さんを国へ返す。明日の2時半の汽車で帰るはずだ。という意味の事柄が簡単にしたためられていた。私は頼まれもせぬのに、哲さんを見送ってやろうと即座に覚悟を決めた。私にはそんな軽はずみなことをしがちな悲しい習性があったのである。明くる日は朝から雨が降っていた。私は渋る妻をせき立てて一緒に上野駅へ出かけた。103号のその列車は冷たい雨の中で黒煙を吐きつつ発車の時刻を待っていた。私たちは列車の窓を一つ一つ丹念に探して歩いた。哲さんは機関車のすぐ隣の三等客車に席を取っていた。3、4年前に塩田の紹介で一度会ったことがあるけれども、あれから見ると顔の色が大変白くなって、顎のあたりもふっくり太っているのであった。哲さんも私の顔を忘れずにいてくれて、私が声をかけたら、すぐ列車の窓から半身身を乗り出して、嬉しそうに挨拶を返したのである。私は哲さんに妻を引き合わせてやった。私がわざわざ妻を連れてきたのは、妻もまた哲さんと同じように、貧しい育ちの女であるから、哲さんを慰めるにしても、私などよりも、何かきっと適切な態度や言葉をもってするに違いないと独断したからであった。しかし私はまんまと裏切られたのである。哲さんと妻はお互いに貴婦人のようなお辞儀を無言で取り交わしただけであった。私は間の悪い思いがして何の不幸であろうか客車の横腹へ白いペンキで小さく書かれてある、スハフ134273という文字のあたりをコツコツと洋傘の絵で叩いたものだ。哲さんと妻は天候について二言三言話し合った。その対話が済んでしまうと、みんなはいよいよ手持ち豚さんになった。哲さんは窓口につつましく並べておいた丸い10本の指をやたらにかがめたり伸ばしたりしながら、一つところをじっと見つめているのであった。私はそのような光景を見ておれなかったので、哲さんのところからこっそり離れて、長いプラットフォームをさまよい歩いたのである。列車の下から吐き出されるスチームが冷たい湯気となって、しらじらと私の足元を這い回っていた。私は電気時計のあたりで立ち止まって列車を眺めた。列車は雨ですっかり濡れて青黒く光っていた。3両目の三等客車の窓から思い切り首を差し伸べて5、6人の見送りの人たちへおろおろ会釈している青黒い顔が一つ見えた。その頃日本では他のある国と戦争を始めていたが、それに動員された兵士であろう。私は見るべからざるものを見たような気がして、窒息しそうに胸苦しくなった。数年前私はある思想団体にいささかでも関係を持ったことがあって、後間もなく見栄えのせぬ申し訳を立ててその団体と別れてしまったのであるが、今こうして兵士を目の前に凝視し、また恥ずかしめられ、汚されて、帰郷してゆく哲さんを眺めては、私のあんな申し訳が立たぬどころではないと思ったのである。私は頭の上の電気時計を振り仰いだ。発車までまだ3分ほど間があった。私は
たまらない気持ちがした。誰だってそうであろうが、見送り人にとってこの発車前の3分間ぐらい平行なものはない。言うべきことはすっかり言い尽くしてあるし、ただ虚しく顔を見合わせているばかりなのである。まして今のこの場合、私はその言うべき言葉さえ何一つ考えつかずにいるではないか。妻がもっと才能のある女であったならば、私はまだしも気楽なのであるが、見よ。妻は鉄さんの脇にいながら、むくれたような顔をして宣告から黙って立ち尽くしているのである。私は思い切って鉄さんの窓の方へ歩いて行った。発車が間近いのである。列車は450マイルの行程を前にして行き立ち、プラットフォームは色めき渡った。私の胸にはもはや他人の身の上まで思いやるような、そんな余裕がなかったので、鉄さんを慰めるのに災難という無責任な言葉を使ったりした。しかしのろまな妻は列車の横の壁にかかってある青い鉄札の水玉がいっぱいついた文字を、日頃長いたてのたどたどしい知識でもって、ほわあおもりと低く読んでいたのである。